い、次はこちらケーブルアクセサリーハクホットお邪魔女とデミ、これは5種類です。かわいい。これコンプするまでチョコロッコみたいだね。やってきます、ね、あ、そうだね、うん、あでもケーブルにつけるやつだね、はい、じゃあ出てみましょうか、うん、はい、いきますね、はい、コンプするまでやります。はい、コンプするまでやります。といってもね、結構ないんで。まずダブってない、うん、色的に見えるかな、これ、うん、オレンジ、ハズキちゃん、ハズキちゃん、さあ、お、青だ、アイコ、やった、アイコ、おっと、いいぞ、これはダブルのヘビ、返した、ストレートのヘビです。音符コベラ、あ、多分ね、紫、うん、音符ね、やっぱりダブってね、これ、勝ちましたわ、うまい、ありがとうございます、ますドリームかオッケー、ハズキ、ハズキ、あ、さすがね、さすが俺、ちょっと増していきましょう、はい、あと、モモコと、はい、モモコとドリーム、あ、ドリーム、あ、ドリーム、うん、てかね、これはダブってもいい、ここでモモコ引く、すげえ、黄色、あとドレミ、はい、もうこれドレミ来た、ピリティかピリティか、なんだっけ、音符だ、音符ちゃん、まあ俺の下なんで、音符ちゃんならなんかでもいいよ、俺モモコだな、モモコかわいいな、ハズキ、はい、3個目、ハズキちゃんな、可愛いからね、全員可愛いからね、うん、しょうがないね、やべえ、ハズキ、ハズキ、俺、やべ、4つ目、来た来た来た、はい、来た来た来た、知ってる知ってる、あ、ヘビ来たよ、ヘビが、知ってる、ヘビ、やばい、あれ、アイコ、アイコ、いや、これ、ヘビ、まあ、そろそろそれ、マジ、あっ、なんか、次できなくなると、金銭的にそうです。音符、紫。さすがですわ。最後の一個が。最後の一個がね、まあ、もちろんね、何でもなくしょうがないです。はい、黄色。モモコ。今さ、10だね。12回目。よいしょ。ハズキね。ハズキ。え、ドレミね。ハズキ6ね？5個だよ。え？あ、いないかも。いないかもじゃないよ、頼むよ。あ、来た。ドレミ。妹と、あ、そのあ、ないもん。ねえ、はい。やりました。見えね。まあ、後で開けましょう。あ、見えね。赤だね。はい。オッケー。はい。オープンしました。オープンしました。やったぜ。9、10、11、12、13回で。同じぐらい。はい。オープンしました。やばいな。はい。オッケー。はい。次行きます。次行きます。はい。はい、今度、こちらですね、お邪魔女のガチャポン、開封していきたいと思います。よいしょ。はい。はい。お願いします。1個目。1個目。はい。はずきちゃん。こういう感じ。ま、開けていきます。これ。うん、どんな感じか、はい、こんな感じです。もうね、見て可愛いんですよ。いいね、うん、あのデフォルメ目というか顔、あのこうチョンっていう目あるじゃないですか。うん、あれが可愛いですね。はい、これなんだろう、いいね。てかね、この何でしょう、質、あ、この溝にあれだね、うん、線をね、だからほうきで飛んでるような感じになるわけだね、これ。はい、二つ目。はい。二つ目。はい。アイコですね。あ、言うの忘れてた。はい。言わないとほら。言わなくて。忘れちゃった。言わなくて、言わなくていい。ドレミしか思い出せんね。はーい。
はい、いい出来じゃない？うん。300円なら全然安いよ。これ座れるのかな？座れないか。で、この溝にね。あ、はい、はい。あ、無理か、はいはい。なるほどね。いや、全然貸しておこう。はい。ラバベはい、音符ですね。ここまで、ダブりなしてきたのかな？ 3 個目までね。そうそうそう。ここまでね、すごい良かったんですけど。3個目までダブりなし。ダブりなし。音符ちゃんは、アイドルだっけ？ね。そう、アイドル。うん、で、この溝だね。この溝に。はい、4回目。入れると。これだ！はい、ここでダブりましたね。はずきちゃんね。はずきちゃんだ。はい、2個目。やったぜ。はい、5個目来た。5個目でもう4種類これ揃うんで、ここですよね。あとね、2、3回回せば余裕だ。いけるかなと思ったんですけど、これ、あ、これ開けてないか。そうですね。ですが、はーい。ちょっと回して。回してね。はい。はい。じゃあ、ここからね、ちょっと早くします。はい。この溝に入れると。で、13個目、やっとです、ここで出ましたドレミ。あ、これは開けるか、あ、開けるか。いや、この偏りがひどい。ちょっとね、そう、偏っちゃったね。はずきがもう一個ドレミだったらよかったね。そう、はい、こんな感じです。いいね。いいね。この溝に、あ、はめてく？あ、危ない。はめてくんですが、うん、これはなんか大きさがあるんじゃないかな。これ結構太い？うん、これ太い。え？ほら、もうちょっと小さい。いや、入るよ、これ。入るよ。うん。ちょっと押さないとダメ。ああ、なんだダメ。結構きつく押さないといけないね。あれ、うん、本当だ。そう。でも一応、ここ乗るよ、ほら。あ、本当だ。じゃあ、アイコ。これでいいのかな。次アイコでしょ。こっちでどうはめてみてください。うん。細い。でも全部この太さでしょ、大体。で、この溝に。で、次、ハズキだ。順番こうだよね、多分ね。確か。わかんないよ。あー、危ない。ちょっと力入れるとこ間違えると、折れたりするから気をつけないといけない。はい。ほんとだね。あ、でも、猿よ、ほら。ほんとだ。あ、いい。あ、いい。あれ、持ってるよ、俺持ってるよ。うん。で、横、そう、葉月ちゃんは横。こうだね。うん、はい。どっちだっけ？音符最後？で？ああ、どっちが先に行って？うん、そうだよね、多分ね。留学生だもんね、これ確かね。留学生だから知らないけど。どうだったかね。まあ、順番はいいや。はじめはね、見直してください、皆さんもね。はい。ああ、ちゃんと刺さってなかった。はずきポロリか。もう一回ちょっときつく刺してみるか。線か。あんまり首とか持って力入れちゃうと。順番が。いいかな。はい。おんぷちゃんもここで、ここで。おんぷちゃんここだ。これでどう。え、どこ、あれ、これどこ、溝。ちょっと待ってよ、これ。もしかして物によって。え、マジで。あ、本当はこれ大きいかもしれないね、やっぱ。この線ね。
もっと細いのってあんの？そうなんだよ。携帯のやつとかさ、細くない？うん、あ、もうちょっと細い？うん。あ、でもいいよ。一応でもついてる。引っ張って。ちょっとオプションなしで。これで、はい。こんな感じ？うん、いいんじゃない？おお。いいね、僕らは線につけずにあの飾るんですけど、はい、まあ、その画像もだからなんか変な線買ってきてはめてないですか、それでもいいけどね、うん、うん、はい、こんな感じです。コンプまで13回ですね、回しました。はい、ご視聴ありがとうございます。皆さんもよかったらやってください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。